よし、多分電池は大丈夫だと思うから。さて、でせっかく来たので、なんかお話しすることが特になんかないかなと、わあやっちゃったね。お話しすることないかなと思って、ちょっと思い浮かんだが何かなっていうことで、ハンドルの話でもしましょうか。まあ、ヨタ話ついでに、まあっていう感じですね。今、みっともないことになっちゃってる、このジリオンね。HLC ですね。でもまあ、HLC といえば、まあ、紫が基調のね、そういうリールかと思うんですけれども、僕も個人的な趣味でも、そういう差し色はもうかな、もうかなんということで、まあ、これ、J ドリームのパーツですね。のグレーじゃなくて、なんだ、ガンメタだ、ガンメタで、なんだ、レベルワインドキャップだっけ、これはシルバーで、ここのところはまあこんな感じですね。本当はまあ金色はあんま好きじゃないんだけど、このまあまあカラーリングの中だったらまあ金色かなってことで金色にしちゃってます。まあそんな感じですね。テストはさっき5ぐらいでどうもなかったのにな。もちろんで、このスプールも一応、スプール自体は HLC のスプールなんですけれども、まあ、もちろんいじっておりまして、5.5かな。よいしょらー、そんなもんだねー。けど、まあまあ、飛ばすもんが飛ばすもんだったら、飛距離変わんないんだよね。って感じで、まあまあ、明るいうちじゃないとできないテストをしに来たっていうのも、まあ、今回の目的の一つではございます。ロッドじゃないわ、ハンドルの話しようとしてたんだけどな。これはこんなとこで落とすわけにいかないから落としたくないんだけど、まあ今こんな感じで、まあアイズファクトリーのね、ジリオン用の36パイの、ね、スプールの今、インダクトローターですね。これ自体はリョーガのものとして買ってますね。型番的にはスティーズ A と一緒のインダクトローター。まあこれのね、まあ単純につけるだけでなく、まあこの動き具合ですね、を自分なりにまあ考えて、まあ実際、まあまあ比重の重いフロロで、かつ僕が普段使わないフローカーボンですね、をキャストした時にどうなるかっていうのを、まあ一応確認してみるタイミングだから、まあ確認ね、してみてますわ。いい、40m いってないな、情けない飛距離ではあるけれども。で、そうだ、ハンドルの話でね。ジリオン HLC のハンドルって、もともとはストレートの伸身 90mm だよね、確か85じゃないね、あれ90ね。でね、今これは、なんだっけこれ、タトゥーラ HD の伸身100センチじゃない、100ミリだ、100ミリ、10センチのものを使っております。まあこれで、まあとりあえずはいい感じかなっていうふうに思っております。でね、ハンドルの長さ、まあオフセットしてること、まあストレートがオフセットしてること、これ非常に面倒くさい話になるので、ちょっと割愛させていただきますけれども、とりあえず今お話しすることがあるとすれば、単純にね、まあまあそれがまあ心身でなんぼとか、まあまあ、ダイワとかやったら心身で言ってるのかな。で、シマノとかやったら、この片方、この軸からの距離で何ミリっていうふうに言ってるのかな。まあとりあえずこの心身、まあ前兆じゃないね、心身っていう前提でお話ししましょうかね。いろいろ長さってあるし、機種ごとにまあ長い短いあるし、もともとなんか絶対これ短いだろっていうのもあるし、まあ元から長くしてあるのもそうなんだけれども、僕が思っているのが、まあまあ今日一日はなぜか僕になっちゃってるから僕にしときますけれどもね、思ったのは、デフォの状態で、まあせっかくですんで、これ、アンタレス HG、 これ確かね、一応伸身換算で、ストレートで、84か85でしたよね、確かそんぐらいの長さだったと思う。で、今これね、なんか僕的にはもう全然趣味じゃないんだけれども、まあメルカリで安くね、お譲りいただいたこの、伸身の110ミリのハンドルを今つけてみてます。だからといってこれをまあ常用してるわけでもないし、今からの季節、まあ、冷たくなるからまた使うとしたら来シーズンなのかなとか思ってみたりしてるんですけれども、顔映ってる？イエーイ。で、ずっとまあまあ、そのどちらかというと遠心、イエーイ、遠心好きだからね、イエーイ、まあいいや。ね、その遠心のアンタレスね、つ
きか嫌いかで言うとめっちゃ好きなんだけれどもね、使うに使ってなかったっていう、そんな理由でありましてね、ちょっとこの辺ほこりかぶってるのもその名残かな。でね、何がね、アンタレス、まあまあ12年発売のアンタレス使ってて感じてたのは、もうなぜかね、そのキャストはものすごいしやすい、もう抜群にしやすい、でブレーキ幅もね、マグネットとか、まあ、話にならないぐらいすごい幅がある、さすがインフィニティって言うだけのことあるんですけれども、飛ばすのはいい、飛ばすのはいいんだけれども、なんだろう、あのね、負荷がかかってる状態、まあ重たいね、ルアーを巻いてる時とか実際に魚かけた時にものすごいしんどかった。でそのしんどい理由っていうのが、まあ、本当に、まあ、その頃は延々分かんなかったんですけど、まあこれで解決したかなっていう風な思い当たった理由として、そのハンドルなんですよね。ハンドルの長さ、それはアンタレスでだけで検証したというよりも他のリールですね、まあまあ例を挙げるんだったら初代タトゥーラ、初代タトゥーラのハンドルは、心身で80ミリ8センチですね。あれなんてそんな短いかなというふうにね、まあ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 当時はそんな、まあ後から思ったことかな。で結果的にやっぱ短いんですね、あれで。何に差が現れるかとしたら、魚をかけた時、癖のようにね、まあ、今は魚かけられてないから振りしかできないけど、こうかけてうえーって竿を立てます、で寝かせながら巻きます、要するにポンピングですね、こううえーって、あれね、ぶっちゃけあのハンドルの長さ足りてたらね、あれあんなことしなくていいんですよ。本当にこのいわゆるそのクレーン巻き、ゴリ巻きですね、もうこれだけでできるんですよ。これだけで、まあ、今は何も、ね、魚かかってない状態だから、まあ、振りしかできないけれども、まあ、本当にそのどんな、まあまあどんなって、まあまあ淡水レベルの魚だったら、まあ鯉でもね、別にハンドルの長ささえ足りてればこうクレーン巻きで寄せに、いわゆるゴリ巻きで寄せてこられるんです、ね、まあ、まあまあなんていうかな、その具体的な理由っていうのは、まあ、あの使い切れてないんだけれども、だからまあちょっと対症療法的な感じで悪いんだけれども、もしあのもし言うても、結果的にね、僕もそのたまたま物好きが高じて、まあ、各サイズの各長さのハンドルをいろいろ持ってて、それを付け替えたりとか、まあまあしてたから結果的に行きつけたっていうのはあるんだけれども、まあ、タトゥーラの場合は80ミリから始まって次90かな、その当時のダイワのね、オフセットハンドル、クラウンハンドルは、まあ、5ミリ刻みではなかったから10ミリ刻みですね。だからまあ80で試してみました、ね、あかんなって、まあ、80、まあ、試してみました、元からやね、元が80 で90もなんか微妙で、アベイルが出し、南魚沼のアベイルが出してるダイワのリールにもつく、まあ、アブですね、アブとダイワにつくハンドルの85ミリ、これどうかなって試してみた、いいかなと思ったけど、やっぱりなんか違うんですね。でもう一段階、タトゥーラ HD のハンドル、まあ、当時はこのタトゥーラ、初代タトゥーラについてたハンドル、これを試してみたところ、まあかけてもちゃんと、まあまあハンドルがこの、あ、動かへんどうしようっていう風な感じにはならない、ちゃんとこうジュワーってじわーってでももう巻いてこられる、まあそれの刻みが、まあまあまあ10ミリ、まあまあ本当に、もし 理想を言えば、まあ1ミリずつ刻めるのはいいんだけれども、既製品となったら、まあまあ10ミリか5ミリ、まあ今やったら5ミリ選べるかな。なので、あので、またね、そのちょっと話飛びますけれども、あのまた不思議とね、じゃあ単純にハンドルが短いから負荷、あのハンドルの負荷っていう巻き抵抗を強く感じる、で長いからまあまあ楽になるっていうのも、もちろんまああるんですけれども、あるんですけれども、なんかそれも不思議なことにね、リールでまちまちなんですよ。個人的に T3 各種どのギア比でも80ミリでちょうどやと思ってます。あので、同じ巻き抵抗、同じ感覚、僕の感覚のままジリオンに、まあまあ初代の TD ジリオンですね、適用したらそれが100ミリなんですよ。でリベルトピクシー、黄色のやつ、あれも100ミリで、先ほどのアンタレス HG110 でもちょっと足りないかなっていうぐらい、これ不思議なんですよね。ちょっとその関連性ね、まあ教えてくれとは言わへんし、別に対症療法としては分かってるから、別にもうそれ以上追求するの時間が無駄かなと思ってるから、それ以上まあしたくないだけなんだけれども、まあ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 、なんていうんですかね、
理屈、その理屈は一体どこにあるんだろうかと、リールそのものの、まあ、そのものの巻き抵抗っていうんですかね、その、まあ、ドライブギア、ピニオンギアの、まあ、大きさですね、まあ、単純にギア比の違いもあるだろうけれども、でも単純なギア比にの割にはね、本当に機種ごとに、そのなぜ6、8ギアが入ったピクシーが 僕としては100ミリで、ね、まあまあ、最大は最大ギア比が 8.6 やけれども、僕持ってる 8.1 までの T3、 むしろ80ミリの方が別に、なんてですね、先ほど言うから申し上げてる、申し上げたこの魚かけてからのこのゴリ巻きできる、まあ可比かな、80ミリでも T3 は楽なんですよ。だから逆にそれ以上でかくしたらなんかスッカスカ感が増えてしまうって感じなんですね。だからそれもまあ機種次第なんかな。でなんか本当にその違い、まあ、追求するのもめんどくさいので、まあ、そこはもう今はもういいかなと思ってるんだけれども、まあ極端に言うとなんだろうね、アンタレス HG とそれ以外となったらやっぱ入ってるギアのギア自体の大きさなんですよね、比じゃなくて。だからまあアンダーレスやったら、まあまあ、いわゆるそのマイクロモジュールという細かいギアですね。ギアとギアの噛み合いでもって、あのドライブギアのその直径をね、大きくしてあるんですね。もしかしてその加減、そのギア比が、なんていうんですかね、低くても、ドライブギアの外周を稼いである機種と、まあまあ、その反対に当たる、その、なんやろね、あの、ギア比高くてもか。高くてもまあまあその元々のそのギアボックスのね大きさの関係上、そのギアそのものドライブギアの外周じゃないな、直径を稼げない機種、それとの違いとハンドルのその巻き感の、まあ僕が今回の話題としてはそのハンドルの長さもしかして関わってんじゃないのかなというふうに、そういうふうに思っています。なので本当にそのほんまでかいハンドルあるでしょう、あのハンドルのもゴツゴツでハンドル の伸身もめっちゃ長いやつ、まあ理屈上は単にその長い分だけその巻きやすいっていうのはあるけれども、なんかまあそこまでやる趣味は僕にはないので、まあとりあえず最低限、だからまあ幸いなことに、まあまあ今のね、今日においてはまあ、ね、カスタムパーツ、それがまあ台和純正、まあ、メーカー純正でなくても5ミリ刻みで、まあ、もしくは5ミリじゃなくてもまあ近いサイズで刻みで、まあ、ハンドル、ね、付け替えたり、まあ、まあ選べて付け替えられて、まあ、要するに試せるってことですね、がまあできますし、ね、まあ、それがまあ、怪しげな、ねね、そのルートであったとしても、まあ、お安く怪しく、まあ、すいませんメルカリの出品者どもね、ね、そういうところから、まあ、アリエクですね、そういうところから、まあ、買えるので、そういう、ね、次元では、まあ、苦労せずに、ね、苦労せずに進む、ね、段階には至ってるのかなという、そっちの方の、まあ、中にはね、そのハンドル変えるだけでも、なんかめっちゃ大騒ぎして、もうどうしたらいいのっていう風になる方もいるけれども、今ちょっと大丈夫か、かもしれないけれども、まあまあ、そういう風に、まあ、本当に言うて、これ中まで分解センターかってことではないので、まあ、言うたらここですね。まあ、左半やったら、まあ、逆ネジ。まあ、これはその、コレスティーズ A のハンドルボルトなので、これは、緩める方向は、まあまあ、逆時計回り。だから、まあ、そこのとこだけ気づけんとあかんけど、まあ、これ、まあ、外して緩め締めして、で、付け替えて試せるもんですので、ハンドル。まあ、そう言って、ね、そういった感じで、まあ、見た目だけじゃない、その、金、まあ、自分が使って使いよい、ね、あのハンドル選ぶのも縁ではないでしょうか。でまたハイグリップノブみたいのもあるんですよね、滑らへんっていう。で、ね、不思議とね、自分にそれも自分には合うたっていうのもその、ね、このハンドルこの巻く動作 に慣れてる 慣れる度合いっていうのもあるんですけれども、自分に合ったハンドルの長さ巻き加減、まあ機種もそうですけれども、まあ、それがバチバチに合うたらこんな別に何でもない、ね、昔ながらのハンドルノブですね。これでもなんかちょっと画像で分かるか分かんないね、多分逆光っぽいから分かんないかもしれんけど、めっちゃツルツルになるぐらいね、めっちゃこの位置で滑らないんですよ。だから滑らへんっていうのもこの位置でちゃんと持ってられるから、もうここばっかりツルツルになってくる。でツルツルになったらそれはそれで滑らないからものすごい使いやすくなるって感じでね。だから言うて
その自分に合わへんハンドル長さ、あとここからのまあまあ位置ですね、これ説明するのちょっと今回は割愛しますけれども、この三角形この長さですね、それ合わへん状態でこの滑らずにこんなバー巻いてなんか手滑らさんとこうと思ったらね、そのハイグリップノブですね、まあ、デザイン的にね、そのまあまあ蛍光グリーンとかピンクっていうのを単に使いたいだけの人もいるかもしれないけれども、別にね、そのまあ僕のまあまあ結論的に言うと、長さまあまあ自分の巻くこの円ですね、これとハンドルが合ってないことで滑るという現象がございますので、まあ本当にそっちの方、まあね、魚釣りっつったら魚釣ってなんぼのことをっていう前提で、まあ そっちの方にハンドル、まあ、付け替えてみようかなとかいう、まあまあそっちの方に触手が、ね、働けば動けばそういう風に試してもらうのも、はい、こうしていただくのもまあやぶさかではないのかと思っております、勝手に思っております。まあ、これをね文章にしようと思ったらものすごい長い、これをねかつてはその本当に寝る間も惜しんで本当夜中2時3時までかけて無理やり書いてたっていう頃もあったけれども、もうそんなことしませんので、でその頃動画に自分の声入れるのも嫌だったから、まあそんなことしたけれども、まあまあ実際こんな感じで別に自分の声まあで喋っとこうかっていう風になったら、その方はそれはそれで楽ですので、まあそんな感じで今回説明させていただきました。ってことで、なんだろう、とりあえずやっぱり終わろうかな。ちなみにさっきね、さっきの撮影した動画と今回撮影した動画の間にふわーっとナマズが泳いできたんですけれども、スナイプ失敗しました。なんか適当にあった光もちょいちょいってしたんだけれども、プイされましたね。で昔釣れた時はなんかなんだっけ、フロントライン何でしたっけ、あれメーカーのなんかフレギュラーって、あのヘナヘナのなんかあの魚型の小魚みたいなのあるでしょう、あれをっぽいなんか鼻先にちょいってやったら食って釣れたっていう思い出がここではございます。まあそれ正しい釣り方じゃないんだろうけれども、もしかしたらそのまあ僕が普段しない昼の釣りにおいてそういうふわーっときた生ものちゃんをスナイプするにはそういう釣り方の方がもしかしたらいいのかもしれないんだけれどもね、それを検証するだけの魚影とあとまあ解消が僕にそんなあればねできるかな今後、まあとりあえず今まではまあなかったということで、まあそんな感じです。やっぱり閉まらないね。はい、ありがとうございます、すいませんでした